HR ボックスシアターにご来場いただきましてありがとうございます。公演が始まる前に私たちからのお願いです。はい、公演中のお席の移動、交換、座席からの身の乗り出しや周りのお客様にご迷惑のかかるような行為はご遠慮ください。はい、一席での改造ペンライト、自作ライトの使用は禁止します。使用される方は一味席で使用をお願いします。一席で使用されていた場合は係員が点検、回収いたします。ご了承ください。場内およびボックスタウン箱崎内は全面禁煙、飲食禁止となっております。飲食される方は劇場エントランスで飲食を行ってください。また劇場内では携帯電話の電源は必ずお持ちください。劇場内でのバッテリー充電を含めた電話機操作もお断りいたします。公演を行っている劇場内は全ての録音、録画機器、撮影機器での録音、撮影を禁止します。トイレなどで一時退場するときは再入場用のスタンプを手に置かせていただきます。劇場入り口スタッフまでお持ち付けください。再入場用スタンプを押し忘れた場合、再入場できない場合があります。ご注意ください。何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。本日のかけ穴は毎日美しく成長中、博多の歌姫なるちゃん、なるちゃんこと尾形なるみでした。そして大人な尾形をお届けできるように頑張りたいと思います。はい、それでは今回の君の色公演の始まりです。集中、姿勢よく、周りをよく見て丁寧に楽しんでいこう。ワンフォーオール、オールフォーワン、ウィアー
き野球大好き佐賀県出身17歳のゆったこと坂本優里です。よろしくお願いします。ちょっとエイちゃんの博多リブートリブーター
か言ってます。スチューデント何今日は SPR、SPR、今日 SPR の皆さんが、SPR を流れてるんじゃないか、めっちゃちょっと構えてもなんか、もう今日 SPR いっぱい来てるからですから、何の話ってなるから、なりますね。ちょっとそれまだリブーターの方がいいね。リブーターの方がいいな。リブーター勝ってますね。勝ってます。どうする？リッターは来た。リッターの前行こう。あ、じゃあリッター、リッター絶対面白いと思う。すごいテレビ出てらっしゃるから、博多リブートだから、博多博多リブート、博多いいなつけて書く、博多博多で、もう一つがアーリー、アーリー、あと、あの博多 HR のアーリーに、あの、愛と Y つけて、愛がね、意味あるんですよ、ちゃんと考えて、愛は、ラブ、あ、愛じゃない、L は、あの、ラブの Lメンバーたちを応援してくれる愛の L で、Y はエールの Y。はい、じゃあ今日から皆さんのことをスチューデントと
るデザートだけど、パイアラモードっていうチョコがあって、なんか、そうあって、なんか、ソフトクリームの中にアップルパイが入っとって、それが、アップルパイ大好きやけど、もう美味しくて、本当に、それが今、マイブームです、自分の。一人でもう行かない、一人で行かない、一人で行っていいよって言われて、でも私駐車できんって言ったら分かったって言われる。大丈夫、呼んでくれれば俺が行く。え、なんで聞こえなかったからいいやん。Thank you.
な青色ですね。本当だ。ちょっと何の話かちょっとわからない。はい、ありがとうございます。はい、それではなんとなんちゃんにお手紙を書いてくださっている方がいらっしゃるんですね。はい、書いてくださいお父さんとか、お母さんが、その一生懸命働いて、その、徹底してくれたがっこうなんですけど、その、取材してしまって、すごい、親不孝だなって思うことが多くて。だけど、その、一夜に入ってから、毎日のように、毎週、劇場に来てくれるお父さんとか、その、
じで今の私がいると思うんです。でだからこそ、その中途半端に夢を見けちゃいけないなって思うし、これからも HR でその夢を叶えられるように一生懸命頑張ることが私の今できる親孝行なのかなって思ってます。そして HR に入ったことでメンバーをはじめ今こうやってくださってる皆さんと出会えたことが本当に嬉しく思います。いつも応援してくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。近づきたくて
ちょっと、なんて言っていいかわかんないわ。なんて言っていいかわかんないね。びっくりしました。久米さん、どうでしたか？なんで、なんで私に言うたの？いやでも本当ね、すごい良かったと思います。もう多分なるみのお母さんであるであろう方の涙を見てしまって私までうるってました。そうですか。はい、ちょっとね、親に感謝して生きていきなさいよ。はい、頑張ります。パパにも感謝してね。はい、感謝して頑張ります。はい、ありがとうございます。おめでとうを言いましょう。私がお誕生日って言ったら皆さんね、おめでとうとお願いします。なるちゃん、お誕生日おめでとう。それでは次の曲紹介をなるちゃんお願いします。はい、続いての曲は光探し常夏ビーチです。聴いてください。Thank you.
はい、頑張るまい、光さんし、常夏ビーチを聴いていただきありがとうございます。ありがとうございます。皆さん言うじゃないですか、サイリウムが綺麗、サイリウム綺麗で、あの青が好きなんですよ、私。それ今日知った。なんどういうことですか。ありがとうございます。すごい、もう青一面になってすごいなと思って嬉しかった。しかもね、微妙にね違うんだよ、2種類、3種類、2種類。あ、本当だ、すごい、2種類あるんですね。水色の青、すごい、ありがとうございます。嬉しいです。あ、綺麗です、本当に。私勝手にオレンジなイメージだった。え、なんで？勝手に。あれ、じゃあゆうゆもオレンジなんだね。あっちもオレンジなんだよ。じゃあオレンジ。じゃあオレンジ。え？じゃあオレンジ。じゃあオレンジじゃなかった。勝手にオレンジの T シャツ着てるから、私勝手にオレンジだと思い込んでて、今日青だったから、あの熱バターのファンやけに多いなって思って。書いてるんですよ。公式のプロフィール。ピンク多すぎて変えちゃったやつじゃない？あ、違う違う。私あのちょっと最初あのこういうキャラであの行こうと思ってなくて、あの私もです。いや、ちょっとこういうキャラで行くのじゃなくて、もうちょっとこっち、いいと思う。
なんか慣れちゃ慣れちゃいいけど、そんなメンバー少なかったらそんな言ってない気がする。Yeah!
にはちょっと申し訳ないんですけれども、ありがとうございました。私がいなかったらね、ここだったかもしれないから申し訳ないな。いやいや、そんなことないです。本当に嬉しかったです。はい、今日はこんな素敵な生徒さんをお方に開いていただいて本当にありがとうございます。お方にとっては一生の思い出です。本当にありがとうございます。2回目公演がこの後16時からありますので、こちらもぜひ来てください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
さんっていう。あ、優しいもん。ね、ないね。じゃあ、なるちゃんは、え、もう何歳だっけ、今まで10代だったから、なんかさも若かったみたいな、ね。まだ変わんないんだけど、ほらやっぱ10代だったから何も考えずに先輩のモノマネとかしてきました。で、ほらやっぱ20歳の大人だということで、やっぱ礼儀とかもあるわけだから、これからはなんかもっとね、クオリティ高くモノマネしていこう。Thank you.
かしら。当たり前と思わずにね、はい、感謝してこれからもみんな頑張っていきましょうね。はい、何もらってんの。